の時の、打ち上げの写真ですね。これが監督のアルン、ブータンのアルンと、で、彼女が、あれですね、ハンガリー在住のドロッチャ・ズルボーデ、で、熊谷先生と、で、ここにいるのが、今回上映をしてくださってる、してくれている、第7芸術劇場の小坂さんですね。すごく、懐かしい写真が出てきたので、共有させていただきました。まあ、ちょっと僕の話がこんな長くなってしまうと、先生やりづらくなってしまいますので、これで私の挨拶は、終了させていただいて、これから熊谷先生のレクチャーを、していただきたいと思います。それでは熊谷先生、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。熊谷と申します。今日は本当に皆さん、お集まりくださいました。ありがとうございました。先ほど写真を有田さんの方から見せていただいて、久しぶりだなと思ったんですが、あれ2年ぐらい前になりますよね、おそらく。3年前ですね。3年前ですね。ですから、2018年の夏でしたね、あれは。そうですね。ですから、その後でコロナになって、本当に大変な時期になりましたけれども、私にとって、ですから、本当コロナ前の、最後というわけではないですけれども、ブータンの人たちと関係をですね、新たに築いて、でその後、ブータンにも行けなくなってしまったんですね。フィールド調査、ちょうど2000、そのコロナ直前の3月に行く予定だったんですけれども、それも入国禁止になって、キャンセルになってしまったので、多分アランさんとかとお会いしてからブータンに行けてない可能性がありますね。ですので、そういう意味で言うと、今回また映画をこうやって見させていただいて、久しぶりにブータンを見た気がして、とても嬉しかったです。もし皆さん、またコロナが、コロナ禍が終わってブータンに行けるようになったらですね、もしよろしければ、ぜひ一度行ってみていただければと思います。で、今回ですね、3年ぶりにその映画を私自身も見させていただいて、新しい気づきがありましたので、そういったところもアップデートしながら今日お話しできればと思います。じゃあ画面を共有させていただきます。スライドは見えているでしょうか。はい、出てます。今日はですね、ブータンの伝統と現代という視点でお話をさせていただきたいと思います。改めまして、私、京都大学の熊谷と申します。で、専門がですね、私は仏教学でございまして、普段はですね、仏教の古文書を読んでいる人間です。で、インド、チベット、ブータンあたりの地域を中心に研究しているのと、あとは土着の宗教で、盆教という宗教を研究しています。で、私自身、こういう古文書をですね、読んで、思想を解析したり、あるいは哲学、ごめんなさい、で、あとは歴史ですね、歴史を解明したり、そういう研究が主なんですけれども、あと、文書に書かれている情報っていうのは限られていますので、例えば文書が書かれる前の、遺跡であったりとか、そういったものを調査したり、あるいは古文書に書かれない現代の情報を収集するためにですね、現地に行ってインタビューとかをしたり、そういったことをしています。で、そうやって得られた仏教がメインですけれども、仏教とか文化の、知恵というものを現代社会に応用すると、幸福感であったり、倫理とか、そういったことをやっているのがもともとの私でしたということですね。で、3年前に原本達のこの映画が最初に公開された頃はまさにこうだったんですけれども、最近はですね、まさに伝統と現代とさらに融合したいということで、最先端技術についても開発を進めています。で、ちょうど今日、有田さんにも少し話をしてほしいと言われたんで紹介しますけれども、2ヶ月前にですね、仏教対話 AI ブッダボットっていう新しい人工知能を公表しました。で、これは人工知能にですね、仏教経典を学習させて、そしてその仏教経典を学習した人工知能と直接対話することができるという AI で、人工知能がこれまで宗教の、
分野に入っているということがなかったので、そういう、まあ、部分的にということはありましたけど、本格的に参入したのは今回私たちが初めて でそれで、こういう人工知能を作って、まだ公開、一般公開はしてないんですけれども、部分的にこれから公開していこうと思っています。であとはですね、サイキナビゲーションシステムという新しいテクノロジーをさらに最近作ることにして、これは仏教だけではなくて、いろんな宗教 の書物とか哲学書とか、そういうものをどんどん人工知能に学習させて、そういう、まあ、人類の英知ですかね、というものを人工知能に学習させて、まあ、それをもとにですね、人々を幸せに導くようなテクノロジーを作れないかということで、ちょうど5月の22ですね、再来週になるんでしょうか、この最近ナビゲーションシステムというテクノロジーを公開します。来週とか今週というんですかね、金曜日に兄弟で記者会見しますので、多分またニュースになるんではないかと思います。で、ノーベル賞受賞者の天野先生とか、あと宇宙飛行士の土井先生とかですね、あとはメダリスト陸上の為末さんとかと、心の限界状態というもの、極限状態においてどうやって心を制御していくかといった議論をしていくと、まあ、そういった知見をですね、また人工知能の方に学習させて、しんどい状況、例えば今コロナで大変な状況ですけれども、こういう状況において少しでも心をテクノロジーによって楽にすることができるといいなと思いながらですね、そういうことをやっています。実は仏教っていうのはそれをマニュアル的にやろうとしているのが仏教です。今回玄母のお父さんがずっとそれをしつこく説いてですね、仏教をやれば幸せになるとか、世俗の生活は大変だとかずっと言って、いたんですけれども、それも、まあ、必ずしも間違いではなくてですね、仏教というのは人を幸せにするということを目的とした教えであって、それに基づく実践である。でそれをこれまではマニュアル、完全なマニュアルでやって、経験、個人の経験に基づいて行って指導していたんですけれども、それを完全に定量化して機械を入れていこうといったことをやっています。というのが私自身前回の上映の時からの大きな進展でした。そうした中でこの映画を見てですね、さまざまな気づきがありましたので、ご紹介したいと思います。今映画を見ていただいてお分かりだと思うんですけれども、主人公はですね、兄弟です。お兄さんの玄母で妹のタシ、16歳と15歳です。で2人ともスマホと SNS の大好きなブータン人ティーネイジャーです。ブータンっていうのはGDP でいうと世界で162位とか163位、ですので、発展途上国の中でもいわゆる最貧国に位置づけられるような国です。もちろん経済発展はしているんですけれども、ですのでインフラとかはですね、非常に遅れているんですが、インターネットとかこういう SNS のインフラだけは逆に非常に発達してまして、田舎の中に中世というと言い過ぎかもしれませんが、近世の中に、江戸時代の中にスマホがあるとか、そういったような状況が特に田舎の方では顕著に見られます。であと兄弟ともにサッカーがかなり上手ということが、まあ、特徴的かと思います。で問題点があります。でこれはこの映画で一番取り上げたいところだったと思うんですけれども、お兄さんの玄母は僧院に入るために出家をしないといけない。で日本の仏教でも一時期修行しない、お坊さんになるためには修行しないといけないんですけれども、修行すればまた家に戻ってこれるんですね。長くても3年で、短い宗派でしたら10日とかそれぐらいでお坊さんになることができます。ただブータンとかチベットの仏教っていうのは修行期間がとても長くて、10年20年修行しないといけないですし、でその後も原則的に家に帰ることはできなくて、ずっと僧院に住まないといけないといった状況があります。で妹のタシは LGBT をまだブータンでは理解がなされていないと。そういう中でお兄さんが唯一そういう LGBT を理解してくれているし、あとはサッカーもお兄さんの方が上手だと。
でそうやって自分の相談にも乗ってくれるお兄さんが出家をすることでお兄さんと離れないといけないといった問題点がある。でだからずっと映画の最初から最後までですね、妹はお兄さんに行かないで行かないでってずっと誘惑をしています。こんな可愛い子がいて、お兄さんのことを口説いてるよとか言ってですね、そうやってひたすらお兄さんをつなぎ止めようとするっていうのが印象的でした。でその問題の背景に、伝統と現代との対立というものがあります。でお父さんはですね、家族代々引き継いできたお寺の後継ぎとしてお兄さんの現場に一刻も早く僧院に入って修行を始めてほしいということです。でただ一点誤解が起きるかもしれないんですが、日本の場合とブータンの場合でですね、その僧侶の位置づけが少し異なるんですね。日本の場合は戒律が存在しませんので、いわゆる採戒が可能と厳しいルールがないんですね。仏教の勉強をして資格を取ればみんなお坊さん、その後で結婚することもできるんですけれども、ブータン、日本以外の地域の仏教で原則的に、キリスト教で言えば神父さんですね。ですから出家すると結婚ができないという制約があります。ですからそういった点が日本と大きく違うんですね。で原母のお父さんはキリスト教でいうと牧師さんに相当します。ですから仏教の修行はするんですけれども、いわゆる僧侶とは一段階下というと語弊があるんですけれども、結婚ができる俗称在家僧、在家の僧侶で出家の僧侶という2種類のお坊さんというがあると。で日本の場合は在家のお坊さんしかいないと。で昔は日本は出家のお坊さん、浄土真宗以外は出家のお坊さんしか明治時代までは許されていなかったんですけど、江戸までということですね。明治に入ってから採戒が許されるようになったという点が、ブータンと異なるので、原母のお父さんが仏教の修行をしろしろと、でお寺を継ぐというふうな話をしているんですけれども、多分原母のお父さんとしては自分と同じように将来、在家のお坊さんとしてお寺を継ぐということを一つ想定しているんだと思います。ただあわよくば原母に僧侶のままいてもらえるとベストだと思っているんじゃないでしょうかね。で一度出家をしてちゃんと修行して、で出家僧としての修行をして、その後で還俗してお寺を継いでほしいといったイメージなんじゃないかというふうに思います。でなぜそうかというと、出家したままであると彼の家を継げない可能性があるんですね。やはりその出家僧になってしまうと、その宗派の組織に属しますので、あちこち別のお寺にこう出張させられると、あなたは次このお寺の住職やりなさいというようなことを言われてしまいますので、なかなか出家僧のままお寺に留まるということは難しいんじゃないかということで、おそらくお父さんはですね、先ほど最後に出てきた仏教僧院で数年修行して自分が引退する前ぐらいに還俗して戻ってきてほしいと、そうすれば結婚もできる、そういった意図があるんじゃないかと、これは本人に聞いてないのでわからないんですけれど、でそのお父さんはとにかく伝統が大事だというお父さんに対して、お母さんは非常に現代的、現代の象徴で、高校までは卒業してほしいというふうに言っていました。でさっき映画の中で、クラス10というふうないうことを言っていたと思うんですね。10までは残ってほしい、それが大体高校なんですね。10年間学校に行ってほしいと。でその理由として英語の勉強をしっかりしてほしいと。でやはりお坊さんになってもいわゆるこういう在家のお寺というものを引き継ぐためには、そのお布施を得ないとですね、家計が成り立たないので、そういう時に、伝統的な英語がしゃべれないお坊さんだと外国人が来ても対応ができないしということでですね、割と現代的なお寺を目指しているんではないかと、お母さんの方
言った、まあ、伝統と、あのお父さんがまあ伝統の象徴で、お母さんは現代の象徴だと、あの私は前は思っていたんですけれども、今回あの実はあのそうではなくて、結論から言うと、お父さんは必ずしも伝統ともあの合致してないかもしれないと思ったんですね。そういう点があの今回あの改めて映画を見て思った点で、あの、まあ、先に答えから言うと、お父さんは仏教僧侶のお坊さんたちとも多少あの意見の、 あの相違が、意見といいますか解釈の相違があるような気がしました。お父さんは何としてもこの子供源房に後を継いでほしいといったあの強い気持ちがあるんですけれども、僧院のお坊さんたちはですね、割とそこまで強い執着を持っていなくて、最近入門者が減ってしまったんだというようなことをあの言っていましたし、であの自分のことは自分で決めるべきだということなので、なんかあまりそこまで源房に何としても仏教が大事だから出家しなさいということをあの説くというよりかは、本人が納得して入りたいならどうぞというスタンスでありました。ですので少しお父さんはですね、伝統に対する、まあ、期待といいますか、ある意味ちょっと過度な期待が あるのかなと、3年前にはそのあたりまだ言語化することができなかったんですけれども、父母だけのコントラストっていうよりも、お父さんそのものが今の仏教文化におけるおいて少しなんか浮いてるような気がしました。多分30年前はもう全員がお父さんのような感じ、もう仏教が絶対大事です。で、世俗の生活っていうのはつまらないものだからみんな出家しなさいと言って全員がうんうんとうなずいていたんですけれども、今は子どもたちも少し違和感を感じているでしょう。お母さんもそうで、でそのお寺の側も、その仏教僧院の側も必ずしもお父さんと同じような感覚を持っているといった点が、まあ、3年前と私がちょっと違った印象を持った点です。で、先ほども言いましたように、僧院に入ることがなぜ大きな問題かということですけれども、日本の場合は在家仏教で最大可能でありました。 で修行期間も短いで、他の国の仏教はですね、最大が不可であると、で俗世を離れて聖者を目指す、でだからこそ信仰される、お坊さんそのものが信仰される。日本の場合ですと、祇園で石を投げれば坊主に当たるといって、ちょっと揶揄されるようなところがあるんですが、そうした状況というのは、出家文化であるか在家文化であるかということが違うということです。ですので、お坊さんになってしまうと、もうサッカーもやめないといけないし、結婚もできない、彼女もできない、全部捨てないといけないといった状況が日本の仏教とは違うということです。でこれは日本の仏教ではなくてですね、そのヒマラヤの仏教における、現状ですけれども、先ほどの総院長もですね、今出家する人が少ないんだというふうに言われていました。で仏教文化が大きく変わりつつあるんですけれども、昔はですね、チベットでもブータンでも、一つの家族で一人は男の子を出家させて僧侶にする、例えば長男が後を継ぐんであれば次男はお坊さんにといったのが一般的でした。でその時に長男をというよりも一番優秀な息子を出家させて、そして仏教界で成功させて、いわゆる活物のような人間になってもらいたい、そうするとその活物になった家族から自分たち家族がみんな導かれて極楽浄土に行ける、そういったことをみんな考えていたんですが、最近はですね、あまり出家なさせない方向にシフトしていると。でしかも一番出来の悪い子どもを出家させるというふうな状況があって、お父さんも危惧していたんですけれども、世間に出るとビジネスマンになるか農業しかない、でそしてそれは大変だと、でお金を稼ぐのは大変だと、まさにそう でお金を稼げそうにない子どもはお寺にしてしまえば食いっぱぐれがない、まあ、そういった状況になっていますので、お坊さんの数が少ないだけではなくて質もやはり低下 しつつあるというのが現状です。で、まあ、この源房たちの夢見るブータンはですね、現代のブータンの若者たちの葛藤を非常に等身大に表してくれた、そういう映画ではないかと思います。私はどうしても研究者ですので、たまにブータンに行ってブータン の表層的な部分しかですね、ある意味捉えることができないんですけれども、
やはり監督がブータン人であるということで、ブータンの実情がどうであるか、で特に一般の人たちの心情とかですね、そういう心の変化というものを本当に繊細に描いた映画だと思います。で近代化と伝統文化との軋轢という点がやはり非常にブータン的な課題として取り上げられていますが、それ以外の問題点、若者の葛藤、これは日本との共通点でありますし、親世代と若者世代との世代間ギャップというもの、これも日本と共通しています。 LGBT などの問題も今日本でも非常に注目されていますので、映画を見ていただいてですね、なんか非常にブータン的といいますか、非常に新鮮で、ある意味いい意味で違和感を感じる部分はあったと思うんですけれども、その一方で、あ、これは分かるといったいろいろな世代として若者の皆さんであれば、あ、なんか彼らの気持ち分かると、で親世代のと同世代の方々で言うと、あ、確かにうちもこういう問題あったよなというようなことを感じていただけたんじゃないかと、そういった印象を持っております。で今日はですね、あんまり時間がないので、もうざっとブータンの紹介をして、あとは、Q&A に移りたいと思います。あと10分以内に終わります。で、まずブータンの基礎情報なんですけれども、ブータンの国王がですね、最初に来られたのが2011年、もう10年前になりますけれども、それまでブータンっていう誰もこんな国は知らないといったことで、ちょうど2011年の私がブータンの研究をしだしたのは割と最近で、2010年の本当終わり頃だったんですね。でその頃ブータンのことをやりだしたら、いろんな人からまた変わったことをやってるんで、そんな国知らないというふうに言われていたんですが、ブータン国王が日本に来られて、一躍ブータンが有名になりました。国会での演説とかですね、被災地訪問などの様子がメディアで連日報道されて、幸せの国だというイメージが定着しました。ブータンといえば幸せだといったイメージがあるのではないかと思います。で、あとですね、ブータンを理解する上で、この映画はまさに、そうなんですけれども、仏教と切り離せない。ブータンは現地の言葉でドゥクユルと申します。ドゥク派の国と。ドゥク派というのは仏教の宗派なんですけれども、ブータンがドゥクユルだと呼ばれる限り仏教とは切り離せないと。で、ブータンはですね、インドの北東側に位置します。でチベット の, 南側、ネパールの東側に位置をしています。で首都はティンプーと言われまし、ところで、緯度は那覇と同じぐらいなんですが、標高が高いので、日本と本州とほぼ同じような気候だと思っていただければと思います。でブータン の, 風景、田舎の風景、田園風景を見ていただいて親近感を持たれる方は多いんじゃないかと思います。日本でも少し山の方に行くと、ブータンと同じように山に囲まれてですね、そして気候がほぼ同じですので、植生ですね、植物とかも似たような植物が生えています。で国土面積は九州ぐらいの大きさなんですが、標高がですね150メートルから7000メートルということで、北の方はもう高山地帯、ヒマラヤ山脈ですし、南の方はですねほぼ熱帯です。マラリアとかがあるようなジャングル地帯があります。そういう多様な文化が多様な気候と多様な文化が存在します。これがブータン の地図ですけれども、ブータンの歴史はですね、仏教と切り離せません。まだ国がなかった時代から、国家が誕生していなかった時代から仏教がブータンには伝わっていました。でチベット経由でですね、ブータンには仏教が伝わっています。というのもチベットは7世紀から統一国家がありましたので、仏教国家になってからチベットの仏教国家になったチベットから仏教が南下してブータンに伝わったと。でそしてドゥク派という宗派の17代目のザス、シャプドゥンという人物がチベットを半ば追われるような形でブータンに来てブータンを統一して、そこで初めてブータンという国、国家が誕生しました。ですので国家としてはまだ400年経っていない非常に新しい国なんですね。でそれ以降ドゥク派の国としてドゥクユルとしてドゥク派仏教の宗教政権が続きました。それがですね19世紀にインドやイギリスとの関係の中で政情が不安定になって、でそこでウゲンワンチュクという人物が全土を統一して初代ブータン国王に即位をしました。それによって宗教政権から世俗政権にブータンが変わった。
で、第4代国王がですね、国際化や近代化を推進しまして、幸福政策を始めたのもこの国王、あの先代の国王です。で、第5代国王は2006年に即位されまして、まあ、そこからですね、ブータンではさらに民主化が進んで、近代憲法が出来上がって、アップされたのと、あとは、総選挙が行われました。それまで絶対君主制だったんですが、立憲君主制に移行したのは5代国王の時ということになります。で、あと、ブータンの幸福政策ですけれども、ブータンといえば幸せの国だとよく言われるんですけれども、その国憲法にも明文化されていまして、憲法第9条は日本は平和憲法ですけれども、ブータンの第9条は GNH が明記されていますので、幸福憲法ということが言えます。で、GNH という言葉が独り歩きしてですね、ブータンというのは、心さえあればいいんだ、物はいらないんだといったイメージを持たれる方もおられるかもしれませんが、実はそうではなくてですね、物質も精神も両方大事ですと言って、物質的な発展、経済発展と幸福、心の幸福を両立したいというのがこの GNH のコンセプトになります。ですので、よくその GNH があるから GDP をブータンは否定しているという誤解があるんですが、決してそうではなくて、 GDP 市場主義を批判している、否定しているだけで、GDP はとても重要な一要素になります。で、先ほど言いました憲法第9条の第2節に GNH が規定されています。で、それを理念だけではなくて、政策に移す委員会が GNH コミッションというものがありまして、これは内閣の主要メンバー、大臣と、各省庁の事務次官を加えたメンバーで運営をしています。各省庁の事務次官が入っていますので、どの政策をするにしても必ずこの GNH コミッションを通さないといけない。で、新たな政策には GNH のスクリーニングが行われて、 GNH に合致するものは進める、合致しないものは進めないということになります。で、二十数項目についてスコアリングをしていってですね、平均点 の4段階のうち3に満たない場合には政策を実行できないということで、実際にですね、 WTO 世界貿易機関への加盟というものが見送られたということがありました。WTO に加盟すれば貿易が促進されて、ブータンの経済が必ず活性化する、経済的に発展するということは間違いなかったということで、最初はメンバーもみんなポジティブだったらしいんですけれども、最終的にスクリーニングを行った結果、ネガティブな要素が見つかっていくと。で、結果ですね、WTO への加盟を見送り、で、それによってブータンの経済成長が遅れてしまうんですね、間違いなく。なので、ある意味この GNH は経済発展の足かせになっているということは否めないんですが、その分ですね、その森林保護をしたりとか文化を守ったり、そういった面でトータルでハピネスを守っていくというのが GNH であります。その結果ですね、ブータンは唯一CO2 の排出量ですね、よくありますけれども、CO2 排出で排出権を売れる国と、唯一その酸素の排出量が CO2 排出量よりも多い国というのがブータンだけである。で、この前ワクチン接種もブータンが世界で今トップだったという話、イスラエルよりも進んでいるという話もあったんですが、意外なところでブータンは世界一を1位に続けられているということがあります。で、GNH の9つの領域は以下の通りで、教育とか生活水準、経済は入ってます。で、健康、あとは心理的な幸福、コミュニティの活力で、文化で、時間の使い方、印象的だと思うんですけれども、仕事の時間と睡眠時間というものが国政で重要視されているというのは非常に驚くべきことなんですが、これも科学的にですね、睡眠時間が短い人は糖尿病になりやすいとか、風邪をひきやすいとかという、医学的な実はデータが最近出てるんですね。ですので、糖尿病というのは非常に大きな病気ですけれども、風邪ぐらい大丈夫じゃないかなと思うわけですね。ただ今コロナがこれだけパンデミックになった時に、風邪が命取りになるということで、意外とブータンのこの時間の使い方というのはコロナ対応してるな、そのようにも思ったところです。で、さらにその9つの領域が33の尺度に分類されましてですね、
まあ、それをインデックス化していって、どの地域、どの県の何十代女性は、例えば寄付が少ないとかですね、この県の、例えば40代の男性は寄付文化がすごく充実しているといったことが分かるわけです。で、まあ、それによって、中央の方で、お金をつけたり人員をつけたり、まあ、そういうきめ細かい報復、行政というものが可能になるというのが GNH です。で、ちょっと時間がないので、ざっと飛ばしていきますけれども、どうですね。まあ、日本ともブータンはいろいろ交流をしています。大使館はないんですけれども、民間でこういうブータン友好協会といったものがあって、そういったものが交流を支えているんですけれども、あとはですね、日本とですね、皇室外交を盛んにされています。で、最近眞子さまがブータンに行かれたり、悠仁さまがブータンに行かれたりと、そうした中で向こうは皇后陛下が2回来日されましたし、国王の妹君が来日されるなど、まあ、非常に活発な交流が行われています。で、まあ、こういう皇室外交が日本とブータンとの交流の、まあ、大きな支えになってきたいうことがあって、で、まあ、最近はですね、かなりブータン国王が来られてから、よりその民間での交流も盛んになってきています。で、日本がブータンに教えられることもたくさんあって、ブータンの人は日本をとにかく尊敬しています。で、その一つがですね、やはりODA ですかね、その JICA がブータンでたくさんの橋を作ったりとか、インフラを整備しているということを、ブータンの人たちは本当に感謝しているんですね。アジアの中で日本がその欧米に渡り合う国になったというようなことを、まあ、戦前は武力でということだったんですが、戦後は経済と平和で世界的な有名国になったということを、ブータンの人は非常に誇らしく思って、いつもそれを言ってくださるんですね。で、逆に日本の方はやはりブータンから学ぶべきところというのはたくさんあると思います。で、まあ、私もブータン学研究室というものをやってまして、ちょっと最近コロナで講座をやっていないんですが、今後またぜひそういった講座もやっていきたいと思いますので、ぜひですね、また原本達の映画もですね、またぜひ見て2度3度見ていただきたいということもあるんですが、ブータンに着目していただきたいということもあります。で、最後にですけれども、本当に駆け押しになりましたが、ブータンといえば幸福だという側面ばっかり言われているんですけれども、ブータンの人たちは必ずしもそうは言いません。ブータンは幸福を目指す国であります。 GNH という政策をしているということは幸福を目指すということであって、幸福を目指すということはすなわち幸福ではない部分があるということを私たちは知っておく必要があります。で、先ほどの GNH 政策とかですね、仏教文化の豊かさで、文化的な多様性で、自然保護、さまざまないい面がブータンにはあります。経済発展も非常にもう爆発的に経済発展をしている。だけれども、その一方で不幸的な側面があります。で、今日の原本達の映画というのはまさにそういった側面を表していて、伝統と近代化の軋轢、それをどう乗り越えていくかということを、ブータンの人たちは苦悩を抱えながら、ただ前向きに向き合っているように思います。あと難民問題、これが今ブータンが一番抱える大きな問題で、ネパール系の難民を出してしまったんですね、1990年代で。詳細はまた今日はお話しできないんですけれども、ブータンはなかなかその難民政策をうまくすることができなくてですね、で、難民たちが第三国に流出して、難民キャンプを、数万人の難民キャンプができてしまった、そういったことがありました。あとは経済格差もあります。ブータンが経済発展する中で、やはり国内での格差がある。で、国際関係、特に中国との領土問題というのは非常に大きな問題で、しょっちゅうドンパチまではいかないんですけど、ドンパチの一歩手前まで行ってます。そういうさまざまな苦悩を抱えていながら、どうやって幸せにこの国を運営していくということを真剣に考えている人たちが多いという意味で、私たちはブータンから学ぶべきところはたくさんあると思います。ですので、必ずしもブータンは桃源郷ではないんですけれども、だからこそ彼らの目指す幸福への努力というところについてはリアリティがあるのではないかと思っております。
あの難民問題以外にも、まあ、先ほど言いましたいろんな問題があります。失業問題もあるし薬物問題もあります。ですのでそういった点もですね、あのまた興味があれば一緒に見ていただけると今日のゲンボトタシの映画もよりあの深く味わっていただけるんではないかということです。で、あのブータンの本についてもですね、あの少し前に日本語での本も出してみますので、もしご興味があればぜひあの一度ご賞覧いただければと思います。あの、まあ、まさにこの映画はですね、ブータンの幸福と苦悩の両面をですね等身大に表した映画だと思います。ぜひまたあのまたですね今日味わわれて、また今日これから少し Q&A したいと思いますけれども、ぜひあの質問や疑問あのご意見などおありでしたらあのどしどしあの投げかけていただければと思います。ありがとうございました。